東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？フランス作曲家のピエール・ブーレンス氏死去90歳、現代音楽の巨匠。現代音楽の巨匠の一人とされ、指揮者としても、著名なフランスの作曲家、ピエール・ブーレンス氏が、5日、自宅のあるドイツ南西部バーデンバーデンで死去した。90歳だった。親族が、6日、フランスメディアに明らかにした。死因は公表されていないが、晩年は、病気で外出を控えていたという。1925年にフランス中部モンブリゾンで生まれる。パリ国立高等音楽院で学び、40年代半ば頃から本格的に作曲を開始。55年に代表作の一つであるマルトを3メートルを発表し、現代音楽家として確固たる地位を築いた。50年代後半からは指揮者としても活躍し、米クリーブランド管弦楽団や米 BBC 交響楽団など各国の楽団を指揮した。フランス国内では、電子音楽の研究施設を創設し、教育活動にも取り組むなど、後進の育成に尽力。フランスエリゼ宮大統領府は声明を出し、フランスの音楽を全世界に轟かせたと、その功績を称えた。生前はたびたび訪日し、多くの著作が日本語に翻訳された。高松宮殿下記念世界文化賞89年、京都賞2009年を受賞している。ネット上の声。アバドが亡くなって、今度はブーレンズ。皆歴史になってゆく。みんな歴史になっていくわ。前衛音楽の闘士という感じの人だった。もう90歳だったか。一つの時代が終わったわ。リゲティもブーレーズもシュトックハウゼンも行ってしまった。いよいよ、20世紀の残りがもなくなってきた。突然でびっくりしたつい先日にはアーノンクールが引退してしまったし、戦前生まれの世代は本当に少なくなってしまったな。長生きだったもんね。ご冥福をお祈りします。偉大な才能を失った。もっと活躍してほしかった。彼には、モーツァルトとバッハを演奏してほしかった。残念でならない。とても好きな指揮者だった。静寂を表現できる、優れたマエストロだった。心からご冥福をお祈りします。彼の古い方の火の鳥、ペトリューシカを、今でもよく取り出しては聴いています。彼の現代曲は、正直ちんぷんかんぷんですが、